つ。はい、今日は綾波レイちゃんのコスプレをしております、白星夏美です。卒業はまだですよ。はい、卒業じゃなくて、え、なんですか、クビなんです。え、ちょっと聞いてない。本当に、なんかもう、あの、え、なんですか、みんな本当に辛い思いしてるし、はいはい、何の辛い思いしてるんですか。勝手に来るから楽屋とかも開けてないし、NMB の皆さん人数もいらっしゃるんで、そうですね、やっぱりメイク時間とかの短縮のためにいくつか楽屋を抑えたいんですよ、はい、勝手に来るから本当にこの、いやもう急だもん。そんなことないですよ、うん、ちゃんと来たら白星夏美様のこう楽屋みたいになってますから、まだ大丈夫。もうあれだって本当に、みんなに苦々しい思いでやってる。本当に苦々しい。なんであいつ来てんだよ。春時の、風紺の、はい、よろしくお願いします。さあ、大国から申し訳ないです。今回いきなり西川ちゃんからお知らせの方がございます。はい、私西川貴の生まれる故郷滋賀県で今年9月に行っている、地域密着の稲妻ロックフェス6回目を迎える今年は来る9月の13、14の2日にわたってお送りするわけでございますけど、この稲妻見てくれてるみんなにもぜひ今年の稲妻で遊びに来てもらいたいなということで、今からチケットの稲妻先行ネット予約を受け付けたいと思います。今回はですね、人との会話が苦手なチミでも予約可能なネット予約を採用しております。そうですね、猜疑心いっぱい、人と触れたことがない、親とも会話したことがない、そう、自宅警備員のみんな安心して。基本的にアクセスクリックでどうにかなりますので、まずは騙されたと思って入金までしてみてください。ツイッターとかで LINE のアカウントを乗っ取る気持ちでぜひともよろしくお願いしたいと思います。はい、そんな中お送りして今回の読みですが、今回は勝手に夏休みスペシャルと題してゲストが豪華2本立てです。まず前半のゲストがこの方々です。はい、はい、今夜1組目のゲストは NMB48 の皆さん。 NMB48 は AKB48 の全国展開の一環として2010年に誕生、大阪のなんばグランド花月の向かいにある NMB48 劇場を本拠地とし、関西を中心に活動しており、メンバーもほとんどが関西出身。現在は3つのチームと研究生の合わせて64人で活動しており、他の AKB グループ以上にお笑いに力を入れているほか、18歳以下のメンバーは黒髪というルールがあるそうです。あー、なるほどね、そうですよね。はい、そんな NNB48 の中から今日は5人の皆さんが登場してくれます。その詳しいプロフィールをご紹介していきましょう。あ、ごい、こちらです。はい、山本彩花さんは大阪府出身の21歳、NNB48 の1期生で、21か、はい、若いですね。高校時代に生徒会長を務めていたというリーダーシップを買われ、グループのキャプテンに就任。選抜総選挙では年々順位を伸ばしており、今年は6位にランクイン。現在は NNB48 のチーム N のキャプテンを務めるほか、 AKB48 のチーム K も兼任しています。はい、はい、次は、はい、城西圭さんは西川さんと同じ滋賀県出身の19歳、現在チーム N の副キャプテンを NNB のメンバーとしては最初に女優デビューを飾りました。はい、特技は木琴で、木琴の滋賀県代表になったことあるそうですよ。木琴の滋賀県代表なんだろう。すごいですね。木琴の滋賀県どういう、どういうこと、木琴の選抜なんだ。食いつきますよね、そこで。はい、残る皆さんの詳しいプロフィールがこちらです。はい、はい、山田奈々さんは大阪府出身の22歳で NNB のメンバーとしては最年長です。オープニングメンバーオーディションに合格し NNB に入り、現在チーム N のキャプテンと SKE48 のチーム K2 を兼任されています。はい、はい、白間みるさんは大阪府出身の16歳、12歳で NNB48 オープニングメンバーオーディションに合格した1期生、他のメンバーとトリオを組み、一昨年のキングオブコントに出場されたんですが、その時のトリオ名は TMR48 だったそうです。なんでやん。渡辺美由紀さんは1993年の西川さんと同じ9月19日生まれ。あ、すごいですね。奈良県出身の20歳で、美由紀そうやったん、同じだそうですよ、西川さんと。現在は SKE48 のチーム S も兼任されています。はい、メンバーの皆さんには NNB で一番のナルシスト、そしてファンの皆さんからは釣り師と呼ばれている存在で、尊敬する人はベッキーさんだそうです。ベッキー
いや、いいと思います。はい、そういいですよね。いいです、はい、いろんな企業やいろんな方とね。そうですよ。添い寝する気持ちで一番生きてますよね、ベッキーは。いや、ベッキーはい、そんなことないです。はい、そんな NNB48 の皆さんなんですが、今回高校生のメンバーがいるため、番組前半のみの構成となっております。ね、わかりました。はい、しかし今回特別に番組後半に移る前に、ニコニコ生放送のプレミアム会の皆さんに向けに、メンバーの皆さんも登場するシークレットコーナーをお送りすることになりました。シークレットコーナーってもうさ、ね、そういうのもさ、もう全然知らねえわ。なんだそれ。新しいです。急にそんなの導入すんなよ。はい、スペシャルコーナーでは来月リリースのアルバムに関する重大発表も行われるので、ぜひプレミアム会員に登録しておいてください。いいけど。そして NMB48 の皆さんに続いて、番組後半にははい、なんと松崎しげるさんも登場しますね。お楽しみに。誰これ。いやいや、誰が考えてんのこんなこと。はい、そんなゲストの皆さんにすでに文字が黒いよ。いや、読めないよ。読めないんですよ。どうかしちゃって。はい、ユーザーからメールが届いてるので、はい、千葉県神林、ゲストの皆さんに質問です。最高で一度で何人前まで顎でご飯をよさえます。何人前まで。横浜市緑区シーブクだけなのゲストの皆さんに質問です。缶が弾いているグランドピアノをよく見たら鍵盤がカステラだったことあります。缶さんがね、缶さんが弾いてる。もう缶知ってる。もうまず、まず缶知ってる。知らない人。いいですか。はい、はい、ということでございまして、はい、この手のメール、まあまあとりあえず待ってますよ。どんどん送ってくださいね。うん、よろしくお願いします。はい、メールは番組ホームページのメールフォームから送ってきてください。はい、よろしくお願いします。もう急いでいこう、急いで。はいはい、いらっしゃいませ。こんばんは。はい、こんばんは。お願いします。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ほんまよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ座ってください。せっかくですから。はい、おめでとうございます。もう本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコ動画出たことあるんですよね。そうですね、まあ、ないです。ないんかい。え、ある言うてる。それぞれでみたいな。あ、それぞれでってことね。痩せた。またえ、そうですか。なんかここホストリしてない。あ、すぐここに出るんです。なあ、はい、なんかすごい入ってくんなよ。ありがとうございます。じゃあ一人ずつ自己紹介の方、あ、もうみんなもする必要ないと思いますけど、はい、みんなもう本当に全国で素晴らしい方たちばかりですし、もう有名な48グループを代表してきていただいているので申し訳ないんですけども、改めてもうご存知と思いますけど自己紹介の方お願いします。山本さんの方から。すみません。はい、山本さやか、21歳、大阪出身です。 NMB48 でキャプテンやっております。素晴らしい、お願いします。イエーイ。そしてはい、ミルクとみゆきを混ぜるだけあっという間にミルキーミルキーこと渡辺さん。いや、いいよいいよ、最高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 、はい、奈良県出身です。奈良、奈良、はい、9月19日まで。そうなんです。はい、同じですね。てか私西川さん大好きなんです。あのさ、これ急やん。気をつけてくださいね。ちゃんとだからな、ほんまに、ほんまほんまほんま言うから。いや、ほんまに、ほんまにみんなに言います。みんなに言ってないです。本当に私 Google プラスしてるんですけど、そこでもう書いたくらい好きな。いつや、いつや、今日今日やな。電話当たってる。いや、だからでもだってこれまで何回か仕事してるやんか。結構ちょこちょこ大手で一言も言ったことないで。思う心で思ってて、ニヤニヤはしとったけど、はい、でもそんなこと一言もなかったやんか、はい、急にここで。でもずっと思ってたんで。信じられへん。楽しい、はい、ほんま楽しい。どっち楽しい。楽しい。ありがとうございます。そしてはい、山田奈々です。22歳です。大阪です。せやんな。はい、そうです。いやいや、でも他で見ること多いからね、山田さんもね。そうですか。 SKE の方とかもありますし。あ、そうです。兼任してます今ね。え、ほんま、どうですかその兼任みたいな。まあほら、うん、皆さん意外と NMB 柏木さんもいらっしゃるとかって、はい、そうです。現在は、ね、意外と知らない方もいらっしゃるんちゃうかなと思ったりするんですけども、はい、ニューシングルではね、
そこら辺もね。すごいたくさん知ってくださってますね。なんかすごい、はい、ありがとうございます。はい、そう。そういうところがすごいんですよ。次お願いしてみます。いただきましょう。はい、ねえねえ、ねえねえ、見るの見ないのどっちかな。見る見るも、みんなのことも、見る見る、大阪出身16歳みるるんこと、白間みるです。よろしくお願いします。素晴らしい。